どうも、エルザです。それではバイオハザード RE2 したいなと思います。クレアが若干吐きそうですが、まだ耐えれるということでやっていきましょう。なんかもう、追われるっていうことしかなかったな。あ、やっぱアイテムあるんか。弾多いな。あ、でもあの、銃の撃つ速さだったら、200はすぐ使い切りそうだね。さあ、新しく出たアネットさんとかいましたか？気になるところではあるね。関係性。まあ、親子っぽいよね。もうね、親子だろうね。確定で言うけど、もう親子だろう、あの感じは。スターバッジ使わ、まあ、使いそうな気がするんだよな。ぐるって回りそうな気がして。あれ？僕今もしかしてデッドバイデイライト言った？さあ、G レポート。いやー、G ウイルス臨床実験を早く、近く最終段階で行こう。人を超えた後の G の、なんか G って聞くとさ、あっち仕込み出さないんだよね。まあ、あれはとりあえずウイルスに感染したという感じか。さあ。お、開かない。開かないか。となるとなんかアイテムがまだあるっぽいし、探せ探せ。あ、これか。 SLS60 あったっけ、そんな銃。いや、どういうことだ。特に強化弾薬だよね。あ、専用クレー、あー、なるほど。マグマムね。マグナムだっけね、確かに。あー、開かないね。あとこっち行くしかないか。ホールド。降りる。持ってきとけばよかったと若干後悔してる。これで行こう。シェリー、聞こえてる？さあ、シェリー、どこ行った？うーわ、絶対行きたくねえなー、こういうの。降りるしかないか。うーわ。嫌な予感しかしねえぞ。アイテムとかめっちゃアイテムとか落ちてそう。下水道か。クソみたいな状況ね。文字通り。本当だよ。本当、文字通り。で、バルブがいるってわけか。じゃあ、これを今から探しに行く感じか。グレネードね。左は閉まってる。右か。いやー、なんかねー、なんか出てきそうで怖いんだけど、意外と出てこないなら出てこないでも、それはそれで、それはそれで。いやー、特になし。上か。あら、あったけど、まあ、後で行きそうな感じだな、この感じは。おお。ケーブルか、ここに。こんなところにあるんだ。でも、こっちからはいけない感じか。普通に降りてしまえばいいんじゃねって思ってしまったんだけど。ちょっと待った。
めっちゃ待ってるじゃん。いやー、絶対刺される。絶対これ終わった。あ、多分よし。いやー、精度がやけど、ダメージが、ダメージ低いなー。しかも意外と、これはある意味リボルバーとカッチの方がよし、いい気がするな。いやー、もうだってさ、このペースで言ってたらさ、100使い切るからね。やばいよね。嫌な予感しかしねえな。なんかやたら弾入んだよな、さっきから。アンブレラ本社宛て。応援図室長。いや、これなんだ？このタイミングでそれ出す？マジか。そしたらそれしかないか。アイテム自体は。こっちにも落ちていない。いやー、ガンパウダー使ってちょっと、弾増やすか。どういうこと？シェリー、仕事が終わるまでは帰れないと言ったでしょ。いつもそればっかり。シェリー。なぜ家にいなかったの？安全だったのに。ねえ、シェリー。だって怖かったの。あれがそこら中にいて。警察を呼べばよかったでしょう。そう教えたわよね。呼んだけど来てくれなかったの。ママも電話に出ないし。シェリー、今話してる時間はないの。そんな、シェリー、今行くからね。待ってて、シェリー。マジか、発作が、何か分からんが発作が、あ、すげえ、なんかめっちゃ安心感がある感じがしたけど、あー、そういう感じですね。やっぱ何か出てくる感じか。ここにアイテム、こっちはない。ああ、こう来たのかけね。こう来て、あ、ロック法、ロック解除か。正しいプラグの位置に。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだが、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていた。ああ、またそういうめんどくさいの。そしたら、預けて、これ使おうかな、このまま。あー、意外と。ひるませる程度で逃げた方がいいって感じだね。いや、マジで弾がさ、足りなくなってくるよね。これは、使う。これも一旦つけよう。ちょっと圧迫してるからね。回復して、サブマシンガン持っていくだけ持っていくか。使えるだけ使ってしまって、っていう感じかな。意外と先行入れといて、あら、入れたか。合算してるね。
たま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 はこれマップ、ガンパウダー強化火薬と合わせるとか、硫酸弾はそんないらないんだよね。いや、弾はこれだけか。ああ、そしたら、サブマシンガン。いや、なんか出てきそうな気がするんだけどな。やべえな、数。よし。ああ、見れるんだ。ってことは、なんか手に入るんだね。いや、数が多い。マジでゾンビの数が多すぎるわ。いや、てか待って、なんか刺さってるね、すでにね。あ、ちょっと待った、これさ、わざわざここで回収させるってことはさ、まさかと思うけど、6つないとダメとか、そんなオチじゃないよね。そんな気がしてきたな。ちょっとさ、このままちょっと先見てみようかな。ただ、アイテムが多すぎるんだよな。サブマシンガン使えば減るだろ。さあ、マップ決中。こうだね。ああ、で、ここが通ると。はあ。いや、もうすでに謎解きしないとダメな感じか。開かないってことだよね。そしたら、ルークはナイトと同じ壁面だったはず。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていた。とりあえず適当に置いていくか。あ、馬の間が書いてる。いやいや、馬。ああ、で。はい。こんな感じかな。開く？いや、開かないね。2箇所割ってるからこれだけだね。妙な形してるけど、ではない。多分こう。いや、でもないね。どうなんだろう。どこに刺してもなんか反応は一応するからね。ビショップとクイーンは、ビショップだね。なんとやっぱここか。でもとりあえず進まないって感じだね。よくわからんね、こうなってくると。あ、上には戻れない。マジで結構普通じゃん。ちょっと待った。それが普通となってくると、あそこ待機組がいるんだよね。
どうだろう。まだああいうのを持っていかなくていいかな。必要だと、だった時が非常に。めんどくさい展開になるというか。レッドハーブ。お、工具来た。あはははそれ乗れるんだね。納品書。多分シェリーがいないから。ケーブルカーへの乗車にはリストタグが必要です。やっぱそういうのがいるんだね。多分あの3つだったけど、なんかまだ穴が3つあったから設置しないといけない気がするんだよね。井口って、なんかあの2人が思い出すな。ちなみにこっちアイテムあんのかな。ブルーか。よし。ちょっとね、今一生懸命数えてたんで。強化フレームが来たね。これはちょっと戻りたい。マグナムが使えるようになるね。なんかちょっと今発音変なんだけど、マグナムがね。一発で蹴散らしたい。いや、てかそんだけ弾が大事だったら、使いづらそうな気がするな。で、いやー、そっかー、結構いろいろと邪魔になってきたなー。サブマシンガンはとりあえずか。弾がねー、どうしようもないところあるからね。で、弾の替えができるってことやね。しかも5発すでに入ってるか。まあさすがにいきなり使うのはちょっともったいなさすぎるんで、どうしよっかな。隙間がないが、サブマシンガン先に使ってどうにかしよっかな。弾とりあえず減らそう。さあ、マグナム。言い直しても記録が残っちゃうからね。いやー、だいたいこういう強いのが手に入ってくるってことはさ、いるでしょ、だいたいそうやって立ってるしさ。えい、一発。わ、すげえ、めっちゃ貫通するじゃん。あれ起きるでしょ、どうせ後ろ。君ちょっとさ、いくらなんでもその、よし、すげえ、ダブルキル。喜んでたらそこいるね。あ、はいはい、そこ開くのね。おじさん絶対起きるよね。いや、グリーンハーブちょっと一回置いとこう。これは開いちゃうね。いや、開ける前にあっち行った方が良かったかな。なんかそんな感じがするな。おでしょ、手榴弾が来るってなんかおかしくね、このタイミングで。
なってくると一回持っとこう。いやー恐ろしいな、グリーンハーブ持ってた方がよかったかな。いやーちょっとあっちも開けよう。ちょっとね、使えるところにはもうガンガン使っておいて、おお回った回った。さあこれでつながる、どことつながるかな。あすごい、ちゃんと持ち帰るんだね、偉いね。あーはい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 、いや、やばそうやばそう。あーでこういう感じでぐるーって回って、鍵、これ以上アイテムが持てません。上、あ、なんかどんどん繋がっていくんだけど大丈夫かな。いやーそうだね、あ壊れてる、無理か、さすがに上げれんか。となると、とりあえずまずちょっと一回戻ろっかね。いやてかここまでちょっと出てこないのも、いや降りたくねえ。いろんな意味で降りたくねえな。うん？なんだこれ。これなんか見なかったことにしよう。いやーやばそう。あれ絶対そうだよね。でこっち進みますか。多分戻るんだね。作業リフトに乗れると。いやこんなん使えんのかっていう話なんだけど、どう戻るかな。って行って上行って、いやこっちだな。何なの、いやマジで何なの。うわーフルフル、ちょっと気をつけたいのが、こいつ起きないよね。起きた時がちょっとめんどくさいんでね。あれ？帰った？帰った？そんなこと。そんな帰ることってあるの？うぃー変わった。いや、なんかちょっと撃ってきてるね。ふい。あ、いやいや。あ、登って。危なっ。ああ、でも。あ、ちゃちゃちゃ。ちゃちゃ、登って登って。普通に降りるな。おお。動いてたよね。今、ちょっと動いてたよね。どうしよっか。その奥に行きたい。このあたりで出てくるんでしょ。おい、お見やっけい。やべえなー。ここだけ？うん、君たちはなんか、うん。でもう一回、何回も同じことするじゃん。そしたら、おお近い。マジか、ちょっと強すぎません？
ああ、気持ち悪かった。ああ、リアルフルフルといったところか。いやー、さすがカプコンって感じのキャラクターだな、あれは。ただちょっと水面に隠れるのはきついね。まだ。お、ここは。おお、上がれる。あ、違う、なんかアイテム取り忘れてるね。で、一回戻って。多分ね、今しかもゾンビいたよね。これ。あ、いや、組み合わせで OK。しかも、あの、リボルバーに関して言えば、リボルバーっていうか、これね、マグナムの方は、ダメージ確かに高いんだけど、結構、焦点、この、これね、絞るんか。はい、そのままちょっと眠っててもらってよろしいですか。よし、 OK。 で、多分そっから来るんだろうね。フィルム、このタイミングのフィルムはいらない。あ、ラッキー。あとは、なんかアイテムが落ちてる。ハンドガンっぽかったね、今の。よし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 。まったく、ハゲ散らかしたの。目の前、めっちゃ目の前いるね。もう開けたら出てきますよって言わんばかりのさ。ちょっと、ヴォルデモート様、めっちゃ顔が白かった。さあ、ナイフも、なんかさ、このアングルだとさ、ちょっとグロい話になるからやめとこう。おじさん同士が重なり合ってる。さあ、あ、なんかある。電子部品ゲットすると、いやー、サブマシンガー、まあ、ほんとあれだね、補助として使うレベルだね。これはどっちみち持って帰らないといけないからなんだけど、繋がっちゃいます。あー、鍵がない。こっち進むと、ん、ちょっと待った、それさ、あ、ちょっと待ってね。意外と粘ってくる。いやー、外すか。あんたなんか。で、多分そうだそうだ、なんだかんださ、先に鍵ゲットしてるからさ。いや、ってことはまだ使うのか、鍵。で、これなんだったっ
け、こっちになるんだったっけ。あー硫酸か、作らんければよかった。まあしゃあない。で、ああこれも火器が使える。で、いらない、いらないよね、捨てれるから捨てる。ガンパウダー、あ、サブマシンガンは捨てだったけど、ジェス、じゃあジェスジャズフェスティバルのチラシ、ジャズ SZF、 あーなんかの開けるところのやつか。お、いやそんなあからさまする。よし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 、どこに繋がるかわからんが、いやあ、ここに繋がんの。なんか若干見覚えがあるぞこの感じは。で、ここが開くと、ほら、これ強化したい。ってことはこれ上行って、左か、こっち行って多分戻れるんだよね。ほい、いやー戻ってきたー。とりあえずこれはいらない。どうしよっかなー。一回預け、一回預けよう。ちょっと邪魔やね、場所取りすぎてて。こうで、OK、こうだね。で、これも預けて、いや、だいぶ綺麗に揃ってきたね。ナイフが壊れる。大量に3つ持っていくっていうね。どうしよっかな。回復は、一旦これでいくか。あ、そうそう。で、預けておいた。これをちょっと使って、の前にセーブセーブ。いやー、まさかこういう形で戻ってくるとかは思わなかったね。逆に言えば、あの所長、こんな気持ち悪いところで。あ、そうだ、シェリー助けに来たんだった。相手を探してる場合じゃないね。いやいやいや、まあ、助けるためにね。決してシェリーのことを忘れてたわけではなく。でもシェリーはあれ持病かなんかなのかな、あの感じだとね。さあどういった強化ができるかな、あの武器のパーツはね。マガジンっぽい気がしたけど、意外とあれサブマシンガンだったりして、それだったらそれでちょっと困るんだけど。お、サプレッサー MQ、 うんだね、サブマシンガン用だね。いやーマジかー、また戻らにいかんやん。いやどうすかな、強化弾薬と混ぜて、マシンガンちょっと
持って、うん、持っていくか。ひるませるには当てれることができればっていう気はするけど、ただこれ強化したらやっぱそうなるよね。場所取るからね、それがきついんだよな。ほっといて、サプレッサーね、あれ実際強いはずなんだけどね。なんかさ、そもそも隠密の意味あるっていうねまず見つかってるからね。さあさあ、まだまだやっていくよ。すっごい気になる。だよね、もう使い道ないよね。さよなら USB。ここも特にはアイテムがない。よし、じゃあ下に降りましょう。シェリー探し行かないとね。いや、てかマグナムマジ強いな。さあ、不穏な音がするから、めっちゃ元気やねあいつね。あ、意外とない。降りれるか。さすがに動かんよね。え、やばくね。デジタルビデオテープ、いやー見ろよと言わんばかり。あーってことは、なんでこうなってるのかがわかるわけか。はあ、どうしようかな。ちょっと待ってね、多分これ取ると下水道回ってきた時にここ通れなくなるはずなんだよね。だったら、あーどうしよう、あーどうだろう、先、まあ、先取っとくか。帰り道すっげえ楽になりそうな気がするけどな、回ってきた時は。うん、よし、戻ろう。行こう行こう、ルークあれか、そのすぐ取り来れる範囲だから先行こう。そしてまた下水道か。特にはなし。あっち行けるのか。なんか超勢いよく接近してきてる。そうか、そういう対策はバッチリなわけね。これ厄介なのはさ、いそうな場所が特定しづらいっていうね。そろそろ出てこない？まっすぐ行き、まっすぐ、まっすぐか。だから閉まってるもんね、どう見てもね。なんかすごい、それっぽいすごい声が聞こえた気がしたけど、よし逃げるちょっとね、弾の無駄遣いもね、ちっちゃいのにしたくないんでね。あ、やっぱ来た来た来た、なんか来た来た。でこうで、こうで、あー、マグナナがここで手に入るのはこういうことか。
こいつに使えってことね。まああと27発しかねえしな。いやさあ中身出す中身。さああと何発？よし倒した。お？これで使う。これでこのアイテムいらないかな。いやーってことはマグナムで3発でダメって。あーはここ繋がるのか。じゃ意外と意外と事務所の方につながる。あれは取ってて良さそうだね。結果取りに戻るっていうね。このシェリーじゃない。おおしたちょい。まずいわ。お疲れ様です。さあ次、これは起きないね。はい、じゃあゲットして戻る。問題なし。いやーこの人たち弾持ってないかな。意外と武器が落ちてないっていうのがね、不思議でたまんないんだよね。あ、やっぱこっち行けるね。アイテムあるかな。こいつ倒したから多分ちょっとはいいとは思うんだけど、まあ多分一回通ってるとアイテムの判定、ありがたい。てかこれ使えんの？こんなびしょびしょの弾使えんの？まあゲームやから気にするなっていう話なんだろうけど。ちょっと先にこっち側見てみようかな。どうなるかね。あ、いや、あの気持ち悪いとこれかねといけないから一緒から、ね。逆見た方がいいな、それだったら。ない。あ、でも通れないよね。さあマグナム意外といけなかったね。で行って降りてが正規ルートか。正規ルートマジ大変やな。だってこれ逃げ切れないもんね、大きさ的に。てかサイズ的に、なんだろう、通りすぎれないっていうかさ。ってことは、しかもヌメヌメ状態のやつを見て思ったのは、なんかさ、へばりついてるのがいたよね途中ね。これさ、うまいこと当たらんようになってるんだよね。いや逆にバレずに通り過ぎれるとかそういうのはないかな。の前に、あ、ちょっと待ってね。あーなるほど、マジか。いやー考えたね。こっから撃てないようになってる。いやーここ、いや
気味悪いってレベルじゃないよ。そういう演出するために当てれなかったんだね。あー気持ち悪い。演出に全力すぎねえかそれは。あで降りれるようになってると。ちなみにそこはアイテムはない。あこれ当たらんかったらおしまいですな。降りるか。降りたくねー。これさ、これさ、逆に一気で出な。やべ、思わず黙って。シーマー、ちょっと待って、そんなのあんの？いや、やべ。いろいろ気持ち悪かったけど、いやいやお前にそれはでかいな。当たんねえか。はい。いやーめっちゃ多分ねアイテム落ちてるんだろうけどね。アイテム取るにはリスクが高えな。お、開かない。謎解き？いや、足りないね。入って。クイーンだね。で、クイーン入れると開く。キングか。え。起きないね。いやータフやんなーマジで。いやでかここよう気づいたわ今普通に取ったっていうか普通に言ったけどさ。あーはあ、やっぱ違うよね。キング
ルークだもんな、これな。ちょうど上行って、取って、これが、キング。で、こっち行って、違う。これ取る前に、で開いて、なんだこれ、スパークショット。ターゲットに電極を刺して連続的に放電する。L2を流し押し続ける限り継続され、構えをやめると中断。はあ、あ、まあゲットしときますか。よく分からんな、正直。なんだ今の銃。あーで出て、あ、ダメか。あ、いや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 、いや、一個。取って、あ、上は通れない。で、アイテム取るだけか、ここは。あ。使おう。取って、アイテムいっぱいになったから、出るという感じなんだけど、あー、逆がいてない。違うか。キング、クイーン、あ、違った、ごめんな、クイーンやね。クイーンがないっていうか、ここ開ければいいのか。多分これ全部持っていかないとダメだろうかね。いや、まさかここでちょっと謎解きすると。で、ゲストの、ゲットで出ると。置いていくか。これさ、そのまま使えないのか。いや、だいぶ圧迫したな。やっぱ戻るんですね。はあ、いやー、またマジでいいじゃん、めっちゃいいじゃん。え、ここに来ていい武器が。ってことは、あの目の弱点の部分に思いっきりぶちまけてやって、なんか反応した。どこいるかな。あー、来い来い来い、来るんだ来るんだ。でもこんなスパークショットっていうの、ダーン、いいねー。やべ、楽しい。待って、なんで今連射した？
マジか、ちょっと待った、そのタイミングでそういうのはさ、そういうのはさ、良くないと思うんだ。マジか、なんで連射した？ああ、で、意外とこのまま、意外とない？痛いねー。さあ、ドーン。よし。こうじゃない。いらねえな。さよならです。さよならです。失礼しました。いやー、あの弾やったらいらんな。いやー、危ねかった。で、このまままっすぐ抜けて上上がってたね。そうでしょ。あ、意外と。そういう当たり判定はあるのね。うい、登れ登れ。あー、危なかった。いやー、ダメやね、あのスパークショット強かったけど打ちすぎは厳禁やね。で、多分これ繋がってないんだよね。いや、こっちか。いや、こう、うん、こっちから上がって戻ってていいかな。さすがに、さすがにも出てこんやろ、倒してるし。いやー、にしても弾が自利品やな。やっぱスパークショットの強さはすごいね。あの見えないものが一気に、ね、外装を剥がしたしね。あれいいなぁ。マグナムでだいぶいいなとか思ってたけど、ゾンビ一掃するときに使うぐらいで、それ以外はっていうところだね。おい。あら？違う。こっちではない。こっちか。そこ抜けて。あれ？いや。合ってるか。作業室抜けて、いかん、こういう時に方向音痴が。いや、なんか嫌な予感するな。お、動いた、よしよし。新しく増えてないね。で、結果ここに戻ってくると。で、まっすぐ行って、グリーンハーブゲットしたいね。だよね。グリーンハーブゲットして、ん？いや、こっちでいいのか。いや、合ってるかな？自分の方向音痴がね、ゲームだと特に出るからね。あ、よかったよかった。さあ、謎解きしてどうなるかだね。いや、ちょっと待った。なんだったっけ。SZF で何が来るかな。サブマシンガンの弾。あ、ちょっと待った。あー、そ、まあいいか。
これいいよ。さあまずはこれを確認しようかな。さあ皆さんお待ちかねのビデオの時間です。やめろ、やめてくれ、やめろ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 、おい、こっちだ、バケモノ、やめてくれ、そいつを殺すな、そんな、あー、そういうこと。だから結局そのウイルスを手に入れはしたんだろうけど、瓶が壊されてたからね。あれ試験管壊されて、でそれをネズミが持っていったと。でそこからウイルスがばらまかれたわけだね。はあ、いや、ようできた設計やね。果たしてこれを使うのか。とりあえず置いとこう。さあ、これをやっていくわけだけど、ルークとナイトは同じ壁面。うん、とりあえずここ置いて、ビショップとクイーンは隣ではない。どうだろう。あ、適当に。こういうの苦手なのよね。ハズレみたい。こういうの苦手なんだよな、本当。まあしらみつぶしでいこう。無反応。無反応か。ここは合ってるんだよね。いや、ルーク。いや、一回集めよう。どうしようかな。クイーン。クイーン置いてみますか。で、これがビショップ。ルーク。お、開いたー。頑張ってシェリー。もう少し。いや、もう少しなんだけどさ、なんか弾がないしな、そもそも。ちょっと寂しいけど持っていくか。お、手榴弾2つに回復足りるかな。なんか出てきそうな気がするんだけどね。出ますよって言わんばかりのブルーハーブ。ブルーハーブでもね、確か回復しないんだよね。解毒作用だけでしょ。いや、あー、作れよって言わんばかりやね、これはね。アイテムはこれで落ちてない。そこを解放するとだね。こっち開く。電力。お、あったー。これで、防御力も上がる。よく分からんけど先で正解。さあさあ
さあ、今日は10名ぐらいいますね。いやー、一人じゃないから怖くない。うおお待って。やっべ、おおおああ、通れない。え、どうすんの？おお。待って。でもない。あ、来ちゃいますか。燃える。抜けます。いいっていい。もう抜けます。さらに抜けて。そういう展開ですか。どうしようかな。ゲートック。ちょっと念のためこっちか。いやー、後ろから追われるのは嫌だねー。さ、飛び降りて、え、よくわかんないけど、痛いー、マジか。いやいや、狭くないっすわ。狭くないですか？ちょっと。どういうこと？狭すぎる。狭すぎる。あ、なんか。はい。おお。ちょっと待った。どういうこと？とりあえず、あ、じゃあ、さっきスイッチをしたけど、それでいいんだ。とりあえず引かせて、逃げて。そういうことね。てかさ、それ考えたらさ、足止めするための弾がなくない？クレーン操作するときは向かってくるコンテナに巻き込まれないように注意。ってことはやっぱ向かってくるコンテナに。巻き込まれたわけね。いやー、意外とこのスピード感がむずい。意外と平気。ちょっと待った。いやー、きついねね、まだ早く。ぐるーっと。サブマシンガンないんだよねー。意外とそれで。マジか。意外と前にぶっ飛んでくるんだね。無理。
いやー、ちょいっとちょっと狭すぎやしません？いくらなんでも無理だね。あー、さあまず一発、やっぱダメか一発じゃ。近い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 って、いやー、いやーちょっとね、回避コードがないかきついんだよな。おお、目閉じたよ。近いって、いやこれどうやって、避けろって言うんだ。いやー、どうしよっかな。ドン。2発じゃ、2発じゃダメかな。お、来た。あー、いや狭すぎるし強えし、なんかここいっぱいあるし。またせちゃ、コンバットナイフもあるし。どういうことや、アイテムもうちょっと分かりやすいところ置いてくれてもいいんじゃないかな。いやー、汗がすげえな、綺麗に道が。いやー、マジでもう嫌がらせかのごとく硫酸をかけるっていうね。いやー、でここに戻ってくると。さあ、感動の再会と。ママはここや。ねえ、ねえ、聞こえる。大変。シェリー。クレア。シェリー、大丈夫？あ、何をするの？助けに来たの。シェリーは感染してる。もう救えないのよ。何言ってるの？母親でしょ。こっちに来なさいよ。あなたには分からないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って。もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。ママ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。さようなら。冗談じゃないわ。大丈夫よ、私が助けてあげるから。どうして助けてくれるの？ほっとけないでしょ。ありがとう。
マジか、感染してたか。そうなってくると、とりあえず。どこに向かえばいいんだ。いや、ちょっと待った。ケーブルだと上上がってぐるーってだね。よし。アネットは研究所は近くにあるって。待って。あのケーブルカー。なのね、ケーブルカーしかないよね。え、ここを抜けてぐるーっとね。頑張ってシェリー。すぐ直してあげる。いやー、逆に言えばクレアはめちゃくちゃ攻撃食らってるんだけどね、全く感染しないというね。あと少し。あかんないあかんない。こっちじゃないか、こっちか。無駄な道は行かせないというね。よし、ケーブルカーよ。さあ、これで持ってたんだね。よし、じゃあシェリー、もうちょっと頑張って、大丈夫だから。ここへはもう戻れないかも。やめてくれ、そんなアイテム回収できねえぞみたいな言い方やめてくれ。あー、まあでもマシンガンとかの弾だからね、リスクが高すぎるもんな。逆に忘れ物ないかな。ありません。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。ねえ、大丈夫？これクレアの？兄にもらったの。幸運のお守りよ。クレアがいなかったら私。何言ってるの。シェリーは一人でちゃんとやってた。私があなたを巻き込んじゃったのよ。あなたのでしょ。もういらない。そうなの？どうして？可愛いのに。ママにもらったの、去年の誕生日に。一緒にいてくれればそれでよかったのに。ねえ、あなたのママは仕事が忙しいみたいだけど。ねえシェリー、しっかり。まもなくネストに到着します。私がついてるから大丈夫よ。さあ、幸運のジャケットを着てもらってはいるが、どうなるかな。とりあえずセーブポイントが欲しい。多分アイテムとかもなさそうだし、一本道だろう。頑張ってシェリー。シャワー浴びたい。わからなくはないな。そう。ビジター。厳重のレベルがすげえな。なんかちょっと歩き方がシュー。大丈夫か？よしよし。ようこそネストへ。閉まらないのか。
ここは入れない。ここはセーブポイントだけどっていう感じだね。ここか。よし。じゃあ。ここで。さて、どうする？何か手がかりはないの？抗ウイルス剤？これだ。これを探せばいい。ねえ、シェリー、行ってくるわ。ここで待っててくれる？すぐ戻るから。さあ、腕輪ゲッチュ。これはないと先進まなそうだね。ネスト職員緊急ということで、抗ウイルス剤デビルの確保を最優先とせよ。デビルか。対抗手段 G ウイルスの感染を認められた際は、直ちに対処へ投与した後、G 細胞の除去を行いと。ここら辺にある薬使えば、回復薬いっぱい作れそうな気がするけど。チーズゲッチュ。いや、ピザか。腹減ったな。なんでこのタイミングでそれが手に入る？それはそれでちょっときついな。変えておき、いやね。仮眠室。トビー・ジャンクソン、サラ・タカハシ、ウォルト・ペイジ、アンソニー・ホワイト、シリアル・アーチャー、デモンズ・ロック、ウェイン・ディー、体質がないっていうね。違う、こっち。そうだね、使えるだろうね。これ、預ける。預けの。いやー、マス使いすぎなんだよな。そうだ、アイテムの資格だけして、リロードの仕方めっちゃかっこいいけどね。違う、セーブしますか。いやー、めちゃくちゃなんか親は親で葛藤してる感じがあったけどね。はい。ということで、結構キリがいいんでね、今回ここまでにしたいなと思います。結構長かったね。いやー、まあまあ、でも、いいんじゃないでしょうかね。まあ、次回はここの研究施設になるのかな？こちらは進めていくことになるかと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、まただ。